ラプラス、お前に聞きたいことがある。いないのか、ラプラス、答えろ。うるさいわね。ショコでは静かにしなさいって教わらなかった？他の住人たちが目覚めちゃっても知らないわよ。住人？ここにお前以外の人間などいないだろ。それよりも答えろ、お前は何を知っている？お前はこの町を未知の絶望が眠る町と呼んでいたな。それはグレーテルの病のことだったのか？それを答えたところで私に何の得があるのかしら。うるさい、答えろ。私はあなたのママじゃないのよ。教えてあげるわ、坊や。他人に物を頼むときはね、先に対価を差し出すものなの。対価か。金ならあるだけ出す。それ以外のものもできうる限りは融通する。グレーテルについて知っていることを話せ。つまらない男。そんなもので私を懐柔できると思わないでほしいわね。あなたたち人間と私じゃ価値を感じるものも違うんだから。人間？まるで自分が人間ではないような言い方だな。だって人間じゃないもの。魔族を見たのは初めてかしら。腰を抜かすぐらいはしてくれてもよかったんじゃない？間が悪かったな。あいにく友人が眉になって死ぬのを見た後だ。羽の生えた女程度じゃ驚かないさ。かわいい。足が震えてるわ。くすぐったいほどの勇気ね。だけど、そんなにあの子が大事なら、何も聞かない方がいいかもしれないわよ。その言い方、やはり何か知っているな。愚問だ。あいつに関わることならどんな事実だって受け入れてみせる。俺にはそれができる。世界の全てを知っていると思うのはおごりよ。対価を言え。せかすんだから。それじゃあ坊やにお使いを頼むわ。今から渡す髪の切れ端をこの町の外にいるある魔族に見せてちょうだい。もし無事に帰ってくることができたら、あの子の秘密を一つ教えてあげてもいいわ。お前の他にも魔族がいるのか？そう、私と同じ魔族がね。私のことを必死に探しているだろうから、あなたが探さなくてもきっと会えるはずよ。これは何の紙なんだ？何が書いてある？それは私の一部。あなたはこれを彼女に見せて、ここの居場所を伝えるだけでいいわ。一部？おい、どういうことだ？質問はお使いの後よ。バイバーイ。おかしい。確実にアスタロト様の気配がするのに、なぜ居場所を突き止められないの？アスタロト様、私にはあなたしかいないんです。どうか姿を現してください。ラプラスというあの女、まさか書庫に住み着く魔族だったとは。魔族、あんなものはただの伝承だと思っていた。遠い昔に地上を去ったと言われる種族、住んでいた館の蔵書にも言及するものはほとんどなかった。それが当然のように目の前に現れ、言葉を話すのだから気が触れてしまいそうになるが、しかし領地がなくて寂しいなら
二人で領地を作ればいいわ。家族がいなくて寂しいなら、私が家族になってあげる。だから、ヘンゼル、悲しい顔をしないで。俺には情報が必要だ。ラプラスが知っているというグレーテルの秘密。それを知るまで、この足を止めまい。こんな夜更けに、どこへ行くのですか？どこでもいいだろう。答える筋合いなどない。こんな夜更けに、どこへ行くのですか？町の外だ。何か不都合でもあるか？外。外。そういえば、この町でエルホワート以外の住人を初めて見たのは。なあ、ここに住んでいる人間は？外！それはいけない。眉を外に出してはいけない。眉を外に出してはいけない。眉は外に出てはいけない。お前は外に出てはいけない。眉を外に出してはいけない。連れ戻せ。なんだこいつら。まともじゃない。人間じゃない。眉ってなんだ。眉はグレーテルのことだろ。どうして俺を追う。連れ戻せ。どこにいる。こいつらも魔族という存在なのか。だとすれば、坊やにお使いよ。ラプラス、消しかけているのはお前なのか。見えた、町の出口だ。町の外へは追ってこないのか。それとも、誰だ。アスタロト様。女、さっきの異形とは違うようだが。アスタロト様の気配、アスタロト様の魔力、アスタロト様の匂い、どうしてあなたから感じるの。あなたは一体何者なの。アスタロト、そんな名前のやつは知らん。様をつけなさい、人間。懐かしい匂い。何百年眠っても忘れなかった匂い。私は夢を見ているのかしら。ねえ、あなた、どこにアスタロト様を隠しているのです。意地悪しないで教えてくださいませんか。知らん、そんな名前は。見つけた、マユだ。マユ、マユ、早くマユを連れ戻せ。何ですか、あなたたち。今いいところなんです。邪魔しないでいただけますか。もう一瞬で、それにあの角と翼、紛れもなく。たとえアスタロト様の目の届かない場所だとしても、アスタロト様の庭が荒れているのはいい気分ではありませんね。一体どこから湧いて出たのやら。すまない、助かった。おそらく今のはラプラスという魔族の手駒だ。ところで、お前は魔族のようだな。少し聞きたいことがあるんだが。
その名前はどこで。ラプラスのことか。様をつけろと言っているでしょ。 あなたが口にしたのはアスタロト様の別名です。不活に名前を口にできないような場所にあの方がいるなんて。別名アスタロト様はなぜそんな真似をする。迂闊に名前を口にできないとは何だ。おそらくは他の魔族の目の光る場所。ねえ、あなたは何を知っているのですか。アスタロト様にどこで会ったのですか。離れろ、落ち着け。なるほど、どうやらお前がラプラスに言っていた魔族で間違いないよとな。俺が託されたのはこの髪の切れ端だけだ。それ以外に知っていることはない。それはラプラスはこれを自分の一部だと言った。それはどういう意味だ。魔族はこんなものに力を宿せるのか。その汚い手をアスタロト様から離しなさい。アスタロト、これがか。二度は言いません。このハサミで次は命を刈り取りますよ。脅しではないようだな。だがそれならなおさらこの切れ端を手放せなくなった。ん？お前にとってはこの紙切れが平常心を失うほどに重要なものらしい。どうだ魔族、俺と交渉しないか。人間ごときが交渉？ああ、ラプラスからはこの紙を受け取った場所をお前に教えるよう頼まれているが、頼みは頼みだ。奴がどれほど困っていようと俺に受ける義理はない。そこで話がある。俺はお前にラプラスの居場所を伝えよう。代わりにお前は。続きは必要ありません。交渉を受ける余地もありません。今私があなたを殺します。やってみろ。できないだろうな。今俺を殺せばラプラスの居場所は迷宮入りだ。どれほど憎くても殺せるはずがない。くっ、呵責な。これでよくわかった。俺たち人間は利害で動かすことのできる生き物だが、どうやらお前たち魔族にも近い性質があるらしい。話を続けよう。ラプラスの居場所と引き換えにお前に頼みたいことが二つある。一つは俺の護衛だ。俺はお前と違って弱い。道半ばで死なれないよう、せいぜい俺の命を守れ。もう一つは説明だ。俺はこの紙を持たされた理由を知らされていない。だがこの先お前らの思惑も知らず巻き込まれるようでは自分の身も守れまい。現にさっきもラプラスの放ったしもべに殺されかけたしな。選べ魔族、俺を殺してラプラスに会うのを諦めるか、俺の要求を飲んでラプラスに会うかだ。一つ訂正をするとすれば、あれはアスタロト様のしもべではありません。あのように醜く低級な魔族をアスタロト様が刺激するはずがないので。それは交渉成立の言葉ととっていいか。殺してしまいたい。生まれた家でもよく言われたよ。いいでしょう、人間。その魔導書の意味を教えて差し上げます。
何も知らないあなたにこれ以上存在に扱われても私の我慢がなりませんので。ではまず聞こう。ラプラスはこれを己の一部だと言った。それはどういう意味だ。言葉の通りです。我々魔族は己の魂の一部を魔導書に封じることができます。魂、人格、記憶、魔力、その魔族が他でもないそれ自身であることを証明するものです。魔導書はそれを留めておく媒体です。つくづく不可思議な生き物だな。ならこの紙の切れ端もラプラスの魂の欠片だというのか。ええ、本来はあなたのような人間風情がたやすく手を触れていいものではありません。くれぐれも取り扱いにはお気をつけを。肝に銘じよう。しかし魔導書というものは魔族すべてに存在するのか。お前にも魔導書があるということか。いいえ、むしろ現在の魔界において魔導書へ魂を移しているものはあまり多くありません。魔導書の中に自身の複製を作れるのだろう。これほど便利な話もないと思うがな。人間から見ればそうでしょうね。しかし我々魔族にとってそれは拷問のようなものです。魔導書に封じられた魂には自由がありません。体がないので動くことができず、己の行き先一つとっても他者の手に委ねなければなりません。魔族の最も嫌う状況といえば伝わるでしょうか。複製であっても感情や意志のある己自身から自由を奪うことは我々にとって耐え難いのです。なるほど。ならラプラスはなぜそこまでして魔導書に魂を移した。そうしなければいけない理由が何かあったのか。今のあなたには必要のない情報です。それ以上の詮索は無礼に当たりますよ。聞けば殺すとでも言っただろう。お前に俺は殺せないと。勘違いをしているようですが、私があなたを殺さないのは単にあなたの持つ情報の価値がその命の無価値さを上回っているからです。その均衡が崩れればすぐにでも私はあなたの命を刈り取るでしょう。そうですね、我々魔族とあなたたち人間の間に一つ違いがあるとすれば、我々はあなたたち以上に欲求に忠実です。あなたを殺したいと私に強く望ませないことがあなたの延命につながる唯一の方法かと。それは覚えておいた方が良さそうだな。だがそれなら己の自由を手放してでもラプラスが魂を封じた魔導書がなぜ人間の世界にある。何者かに持ち去られたとしか。ただこの近くで魔界と人間界との境界が開かれている気配があります。本来人間界と魔界の正当な境界はブランシルバだけ。その目を避けてこのような場所に境界を開くのはアスタロト様の魔導書の在りかを探り当て持ち去るだけの力を持っていながら同時に四大貴族の制裁を恐れる臆病な存在。不当に強い力を得た何者か。その上で魔導書の力を借りて何かをなそうとしている魔族。そんなところでしょうか。他の住人たちが目覚めちゃっても知らないわよ。何か。その盗人がラプラス以外の魔導書も集めている可能性はあるか。心当たりがあるのですね。ああ、だが話は後だ。あれがラプラスのしもべでないとお前は言ったな。だとすれば
あれは魔導書の盗人が放ったものか。そうとも考えられますね。下がっていてください。その魔導書に血の一滴でも汚れをつけることのありませんよ。魔導書もこれで100冊近くか。門を開くには十分な魔力だ。これでようやく混沌を呼び出す準備を始められるな。おや？傷んでいる魔導書があるね。よく調べないといけないな。ラプラスはこの壁の先だ。だが、さっきのような魔族がまた現れんとも限らん。町へ入るときは慎重にな。この町に足を踏み入れるまで、私には何も見えませんでした。どうやら、外壁に魔族向けの秘匿魔法がかかっていたようですね。魔族の目からこの町そのものを隠す魔法、ということか。だとすれば、盗人が臆病だというお前の見立ては当たっていそうだな。感謝します、人間。あなたの目がなければ、私は決して、ここへたどり着くことはできなかったでしょう。礼には及ばん。しかし、お前にとってラプラスは、よほど大事な存在らしいな。ええ、あの方は、私のすべて。かつて目的のない破壊を繰り返していた私に、破壊の美しさを教えてくださった方です。理解できない価値観だ。人間などに理解できるものですか。ほら、どうしたの？私の首はここよ。もっと近づいてあげましょうか。アスタロト様、こんな賊相手にいつまで遊ぶおつもりですか。早くとどめを刺してください。そう言わないでちょうだい。ここまで楽しめたのは久しぶりなのよ。あなたの焼いた顔を見るのもね、メフィスト。お下がりください。アスタロト様がとどめを刺さないなら私が刺して差し上げます。もうどっちでもいいわ。私の負けよ。滅ぼすなら早くしてくれる？あら、そんなもったいないことしないわ。これでも私、あなたのことを結構買ってるのよ。いつかね、この退屈な魔界を出て地上に大きな庭を作ってみようと思っているの。あなたのそのハサミがあれば、きっと私の気に入る美しい庭が出来上がるはずよ。ねえ、私のために生きてみない？庭師の仕事がこんなに大変だとは思ってもみませんでしたね。あの方の愛する地上の庭を不作法に踏みにじる幻獣という生き物、どれほど刈り取っても際限なく現れては破壊を繰り返す憎悪の獣。人間界に彼らが存在するのは知っていた。だとしてもこの数はあまりにも多すぎる。一体何が起こっているの？あ、今の光、アスタロト様の方から。アスタロト様が自爆？ええ、瀕死の私を幻獣から守って。アスタロト様は考えられないわ。あの方ほどの魔族がそんな簡単に命を手放すわけ。
うしてアスタロト様の天球を。アスタロト様が幻獣たちを焼き払った後、さら地となった場所にこの子がいたんです。アスタロト様の天球を大事そうに抱えて。ねえフェイレス、これは推測なのですが、アスタロト様は全ての力を解放して一度赤子に戻ってしまったのではないでしょうか。だとすれば、この子はアスタロト様に違いありません。大事に育てればきっとまたあの美しく気高いアスタロト様の姿に。バカバカしい。私は庭師、子守になった覚えはないわ。あなたが育てたいなら勝手にして。フェイレス、あの子がアスタロト様？いいえ、魔力の形は似ているけど、魂の形がわずかに違う。私には、あの赤子がアスタロト様じゃないとわかる。血を分けた妹、娘、眷属。アスタロト様の体の一部から生成された何者か。きっと、そんなところでしょうけど。関係ないわ。あの方はもう戻らないんだもの。眠りましょう。あの方のいない世界を忘れるために、何百年でも何千年でも。もう何百年経ったかしら。相変わらずあの方のいない世界は退屈ね。メフィストたちは、そう、人間界にいるの。道理で、アスタロト様の館が荒れているのね。庭もひどいありさまだわ。こうして庭を整えるのは、どれほどぶりかしら。この庭に咲くバラが綺麗だと、アスタロト様は、よく私を褒めてくれたわね。お、これは、アスタロト様の文字。私の可愛い召使いたち。素直でいい子のメフィストと、慎重で賢いフェイレスへ。きっとこれを読むのはフェイレスの方ね。メフィストは今頃、私の分身を大事に育ててくれているんじゃないかしら。フェイレス、もしあなたがまだ私に会いたいと思ってくれているなら、いいことを教えてあげる。少し前にね、私の魂の一部をある魔導書に移したの。どうかそれを私の可愛い分身のところまで持って行ってあげて。これから地上で起こる大きな争い、あなたたちから見れば千年前になる戦いで、きっと私は天球の力を使ってしまうでしょう。だけど私の分身が千年かけて蓄えた魔力と私の魂を保存した魔導書を組み合わせれば、きっとまたあなたたちに会うことができるわ。魔導書のありかは書いておいても無駄ね。千年も経てば場所も変わっているでしょうし。だけどあなたにならきっと見つけられるはずよ。待っているわね、フェイレス。フェイレス、フェイレス、おい、聞いているのか。すみません、考え事。もうすぐ書庫に着く。この先ラプラスの真の名を出すのは避けた方が良さそうだ。いいな。ここがラプラスのいる書庫だ。奴は他にも住人がいると言っていたが、それらしい魔導書はあるか。この棚にまとめられた数十冊、いずれも魔族の封じられているものですね。
自我の残っているものはほとんどありませんが。自我、魔導書に封じられた魂のか。ええ、魔導書の中で過ごす退屈は魔族にとって永遠にも近い苦痛です。その中で心をすり減らし、己が何者かを見失うものも珍しくありません。魔導書の中で自我を失うとどうなる？混沌そのものに変わるというのが正しいでしょうか。意志を持たない魔力の塊となり、二度と元へ戻ることはありません。その上、ひとたび目覚めれば飢えと共に他者を襲う亡者となり果てます。魔族が魔導書を敬遠するのは、こうなることを恐れる理由もあるのです。なるほど、取り扱いには気をつけた方が良さそうだな。それでラプラスの魔導書は見つかりそうか？いいえ、それどころかラプラス様の気配を全く感じません。本当にこの書庫にあの方がいるのでしょうか？おかしいな、俺が奴に会ったのはこの書庫で間違いないはずだな。どうした？この紋章は、この魔導書は、ラプラス様の。どういうことだ？引き裂かれている。そんな、ラプラス様。いや待て、魔導書に使われている紙が新しい。もしかすると。あんまりよ。フェイレス。千年ぶりに、やっと、あの方に、会えると思ったのに。おい、落ち着け。ひどいわ。こんなのあんまりよ。あんまりよ。待て、魔導書をあまり刺激するな。待て、フェイレス、その魔導書をよく調べろ。私の愛したラプラス様はもういない。それならこんな世界はいらない。落ち着け。うるさい人間。まずい、魔導書の亡者どもが目を覚まし始めた。もう、どうでもいい。全部どうでもいいわ。どうする、どうする。フェイレスを止めるか。いや、正気じゃない。書庫は亡者だらけだ。どうやって逃げる。俺は弱い。こいつらに立ち向かう力を俺は何一つ持っていない。考えろ、考えるんだ。ヘンゼル、こんなところで死んでたまるか。ラプラスへはもう少しなんだ。あいつを知る手がかりがこの先にあるんだ。切れ端が光っている。使えと言っているのか。これは何の紙なんだ？何が書いてある？私の一部よ。ラプラスの一部。たとえ一部でも、奴の意志と魔力がここに宿っているのなら。ラプラス！ページ一枚分でいい。俺にその力をよこせ。ここを出られるだけの力を。生きてお前にたどり着ける力を。何が足りない？対価か？何でもいい、持っていけ。そうだ、目ならどうだ。一つぐらいお前にくれてやる。だから
俺を生かせ、ラプラス。ちょっと対価が足りないかしらね。その腕も借りるわよ。ひるんだ亡者が魔導書へ戻っていく。抜け出せる。これなら。何をしているの、人間。邪魔をしないで。あなたも今すぐ。そこまでだ。その紋章は、ラプラスを封じた魔導書の切れ端。そいつと契約して力を得た。俺の片目は今ラプラスのものだ。契約なんてことを。この瞬間からお前にとって俺を傷つけることはラプラスを傷つけることと同義になる。それでも俺を殺すか。つくづく憎たらしい人間ですね。そういうな。こっちも生きるために必死なんだ。しかしお前にとって悪い知らせばかりでもない。そこにあるのはラプラスの魔導書だと言ったな。使われている紙をよく見てみろ。これは贋作。安い細工だろ。調べればすぐわかる程度の出来だ。よほどの急ごしらえだったと見える。ではラプラス様は。ああ、まだ破壊されていない可能性の方が高い。でなければこのような目くらましなど必要ないはずだからな。だが謎は残る。なぜ盗人は贋作など残した。ラプラスの破壊を信じさせるには粗末な代物だ。それ以外の目的があるとすれば、私たちの位置を探ること。贋作の魔導書に流れている微弱な魔力、これ自体が罠だとしたら。いた、あいつだ。書庫の外に何者かが押し寄せている。贋作の魔導書に触れた人物を追うように命令を受けていたようですね。なだれ込まれる前に脱出しましょう。どこだ。どこに消えた。異形どもめ、どこへ逃げても現れるな。一体どれほどの数が町に放たれているんだ。彼らを観察して一つ分かったことがあります。あれの正体は寄生型の低級魔族です。寄生、それ自体は実体を持たず、他の生き物、特に人間などの知的生物を侵食し、その死後も擬態として利用する魔族です。残念ですが、この町の住人はほぼ全てがその魔族の侵食を受けていると言っていいでしょう。この町の住人すべてが魔族。そんなはずはない。俺がこの町に来た時はこんな異形一匹も見なかったぞ。向こうの教会へ行けば俺を迎えた神父もいる。あんな異形どもとは違う、知性も人格もある人間だ。そうですか。つかぬことをお聞きしますが、ここに来るまでに彼以外の住人と何人言葉を交わしましたか。この種の寄生型魔族は親と呼ばれる個体を中心に群れを作ります。親個体は他の個体より知能が高く、我々と同等の知能を有すると言われています。町がこのような状況にあれば、普通の人間ならすでに逃げ出しているはずです。あなたを迎えた神父がその親個体だった可能性はありませんか。
そんな。いや、それだけじゃない。幼い子供もいた。俺と同じぐらいの年だ。それ以外には、この広い町で、誰とも？町ごと規制された住人、集められた魔導書。この地で何かが行われようとしています。この町の異形たちを束ねる神父、彼が中核に関わっていると考えるのが自然でしょう。エルホアートが、あの眉はやがてもう一度グレーテルの形を作るだろう。そういう病なんだよ。あるいは呪いか。君ももうあの子に辛い思いをさせたくないだろう。エルホアートが魔族だとすれば、グレーテルの病について語ったあの言葉も本当ではないのか。この町で何が起こっている。真実は一体どこにある。いたぞ、逃がすな。あ、ってか、どこだ。グレーテル、何ですか、あの子は。グレーテル、待ちなさい、ヘンゼル。逃がすな、捕まえろ。どうして追いかけてくるの。あなたたち誰。怖いよ。グレーテル、あなたは。話は後だ、こっちの路地に入れ。まさかもう眉から目覚めていたとはな。無事か、グレーテル。誰？あなた、パパのお友達？似たようなものだ。やはり俺のことを覚えていないか。眉から出ると記憶が巻き戻るという神父の言葉自体に嘘はなかったようだな。しかし、お前は地下にいたはずだろ。なぜこんなところにいる。地下を出ないように言いつけられていなかったのか。それは。とにかくここは危険だ。地下に戻るか、この町の外へ出ろ。一人で向かうのが不安なら、俺がついて行ってもいい。できない。なぜだ。探さなきゃいけない人がいるの。それで、私、お家から抜け出してきたの。エルホワートを探しているのか。違うわ。抜け出したのはパパに内緒よ。そうじゃなくて、変なこと言う子だって思わないでね。今日目が覚める少し前に、誰かが私にお願いをした気がするの。願い？その子、私と同じくらいの女の子は言っていたわ。ここに来る前に置いてきてしまった子がいるの。私と同じ一人ぼっちの男の子。きっと寂しくて泣いているわ。だからあなたが見つけてあげて、もう一度その手を取ってあげてって。それを聞いたら、私なんだかいても立ってもいられなくなっちゃって。それでね、本当は怒られるんだけど、頑張って鎖を外してクルちゃんを連れてここまで出てきたの。ねえ、この町はどうなってしまったの？みんなどうしちゃったの？
あなた何か知ってる？知らないな、何も。だが、誰が泣くものか、グレーテル。え？見つけた。見つけた。マユだ。もう嗅ぎつけられたか。逃げるぞ、グレーテル。グレーテル、いないと思ったら、まさかこんなところまで抜け出していたとはね。隣にいるのは、あの少年だね。そうか。私の書庫に立ち入ったのは君だったのか。この魔導書の強い力に見入られたか、それとも単なる興味本位か。いずれにせよ、この町はすべて私の手の中だ。君たちがどこへ逃げようと、運命からは逃れられまい。待て。逃げても逃げても新しい奴が現れる。グレテル、ついてこれるか？うん。ねえ、あのね、あなたって。ち、あっちにも追ってだ。なんだ、グレテル。なんでもない。見つけた。やっと見つけた。マユだ。早く捕まえなければ。ここにいましたか。追いかけるのに苦労しましたよ。エイラス。その子は一体何者ですか。話は後だ。奴らを巻くぞ。無事か、グレーテル。うん。フェイレス、グレーテルはエルフォアートの手で幽閉されていた町の子供だ。こいつもエルフォアートの眷属に見えるか。俺にはこいつがただの人間に見えるんだが。確かにこの子は魔族ではありませんね。エルフォアートの指揮下にはないと考えていいでしょう。ですが、それよりも尋ねたいことがあります。グレーテル、あなたの連れているその生き物は一体どこで見つけたのですか。クロちゃんのこと？クロちゃんはずっと前から私といるよ。どれくらい前かは、あれ？それを聞いているのですが。フェイレス、無駄だ。こいつはある病で30日より前の記憶が曖昧なんだ。それよりも、なぜその生き物を気にかける？お前、何か知っているのか？私の記憶が正しければ、ですが、この生物は混沌を司る古代魔族の一種です。どうしてこのような形で生きているのかはわかりませんが。古代魔族？ヨグソトース。かつてある者の手によって作られ、魔界を蹂躙した魔人。古き混沌のうちの一柱。あれは小型ですが、紛れもなくその一部です。だとすれば、私たちの想像をはるかに超えた恐ろしいことがこの町で行われようとしているかもしれません。時間がありません、ヘンゼル。町の中央に祭壇らしきものを見つけました。エルフォアートはおそらくそこにいます。魔法陣はこれでいいだろう。魔族の魂を封じた大量の魔導書。
その魔力を注ぎ込めばようやく魔界の門が開く。あとは供物をこの門の前に備えれば、いよいよ混沌は地上へ姿を見せるだろう。さて、グレーテルを連れ戻さなければね。エルホアト、おお、君の方から来てくれるとは驚きだ。私の娘をここまで送ってくれたのかい？しらじらしい。もう俺の前で善人の皮をかぶる必要はないぞ。お前の素性はもう突き止めた。この町を侵食し埋め尽くした寄生型の魔族、お前はそれを操っている親なのだろう。おお、君は人間だろうによく気づいたね。そこにいる魔族の入れ知恵かな。この町には不可視の結界を張っていたはずだが、くぐり抜けてくるとは大したものだよ。この町で一体何をしようとしているのですか。この魔法陣は一体何なんですか。彼を呼び出すためのものだ。彼、ヨグソトース、かつて魔界深くに封じられた古き混沌、もうすぐそれが地上へと召喚される。魔導書の力を利用したのはそのため。ああ、魔界の真相とこの地上をつなぐ門、その境界を開くには膨大な魔力が必要でね。かつて自由を手放した魔族たち、もっとも皆もう狂ってしまっているが、その膨大な魔力を利用することにしたんだよ。そんなもののためにラプラス様の魔導書。ラプラス？この本のことかな。驚いたよ。集めた魔導書の中にまだ自我の残っているものがあったなんてね。余計な真似をされないように魔導書に手を加えて自我を壊しておいた。これでようやく純粋な魔力だけを取り出せる。殺す。あなただけは絶対に。おお、恐ろしい。悪いが、私は魔族の中でもあまり力に恵まれていなくてね。戦うのは苦手なんだ。代わりにこの子に相手をしてもらおう。グレーテル、おいで、グレーテル。お前、グレーテルに何を。あるべき姿に戻しただけだよ。これが彼女の、いや、ヨグソトースの落とし子の真の姿だ。落とし子？なぜ今グレーテルからあの羽が生える。お前の話では30日に一度発症する病だったはずだ。そんな話もしていたかな。病ではないよ。この羽はヨグソトースの素晴らしい力によるものだ。さあ、儀式の総仕上げにかかろうか。魔界の門を開く前に邪魔者を始末しなさい、グレーテル。やめろ、グレーテル。無駄だよ。彼女に君の言葉は通じない。彼女はもう人ではないものになってしまったのだから。
クレーテル。下がってください、ヘンゼル。この男の話が本当なら、あの少女、落とし子に手を触れるのは危険です。逃げるつもりかい？グレーテルから逃げたとしても、この数の眷属からは逃げられるかな。やれ、グレーテル。なんだと？グレーテル。よかった。ヘンゼル、怪我はない？お前、どうして？聞こえたの。私を強く呼ぶ声が。体中に私じゃない意志が入り込んで、自分で亡くなってしまいそうになった時にね。聞こえたのよ。その子を傷つけないで、絶対に守ってって叫ぶ声が。ううん、本当は知ってる。きっとこれは私自身の声。暗くて寂しい一人ぼっちの世界から、私を見つけて、連れ出してくれた人。私に、外の綺麗な世界を見せてくれた人。あんなに綺麗な世界にいたのに、私と同じ、一人ぼっちで生きていた人。ようやく思い出したわ。あなただったのね、ヘンゼル。私の忘れたくなかった人は。グレーテル。違う、俺じゃない。そこをどけ。このままじゃお前の命まで。ヘンゼルの強がり、ちゃんと覚えてるんだから。その花もキャンディーも。逃げて、ヘンゼル。この人たちを、あなたのところには行かせない。クレーテル！せっかく思い出せたのに、もうさよならになっちゃったわ。でも、もし今度、どこかで会えたら、また二人だけの国を作りましょうね。